動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。天井天魚を遊び尽くしてやるゾイドワイルドインフィニティブラストをやっていきましょう。前回ですね、帝国のハンターウルフマスターにね、ボッコボコに、されて、敗北を、味わわされそうになったんですけども、なんとか機械なんとかね、持ちこたえて、クリアいたしました、ね。いやー、久々に巻きそうになったわ。はい、じゃあこれからやっていきましょう。今回ですね、31からやっていきますが、36でこの、フリークエストが、終わりということなので、36までやっていきましょうね。はい、グラキオザウルス万能タイプ、相手ゾイド撃破せよ本能解放中にクリア、こちらからやっていきましょう。今日はこのクエストを気をつけて。演習ですね。演習率、違う。今回の任務は共和国軍との特別演習に当たってもらうわ。共和国軍が最近復元した、グラキオサウルスがいるんだけど、やったわね。その戦力を見るために腕利きのあなたの力をぜひ借りたいとのことよ。さっきやったわねって言ったけど、セリフはそれで合ってるの。グラキオサウルスも気になるけど、あなたの成長ぶりも見せてもらうわね。時々掛け合いのボイスが、それで合ってるのっていうのが、ちょっと、ね、ちょくちょくあるなと。さあ、青いグラキオサウルスですよ。大体ゾイドって現実にいる、絶滅した恐竜とか、マインドファイトをモチーフにしたりはしてるんですけど、ゾイドワイルドっていうのはほぼほぼオリジナルに近いんですけど、まあといってもね、ジェノザウラーとか あんなもん現像して実際にいてたまるかっていう話なんですけど。さすがグラキオザウルス、攻撃力は強い。燃やせ燃やせ燃やせ。いけますか、いけますか。これは久々に前回このブラストを見せた。いいっすね。サブのクリア条件忘れてます。なんだっけなって、うわー、こんな巨体が向かってくるんだ。改造済みのこのデスダウ、ゼロぐらいですけども、こんなに削られる厳しいっすわ。ちょっと待って、浮いてるから、うわー、まずい、前回に続きまずい。待って、それはダメだって。全然当たんねえ。普通に当たってねえんだけど。久々に追い込まれたぞ。結構追い込まれたぞ、久々。燃やせ。打ち消されてる。キッズ。どんどん高いあれにやってる。まあ基本的に防御しないこちらも、悪いんですけどね。いけるか、無理全部防がれてるんだが、何こいつ。待って、敗北だけはダメ。
硬い。ああまずいまずい。もう押し切る押し切る押し切る。よしよし。そうかそうか、ゼノグライディス、もう改造した攻撃力を上げたゼノグライディスでもうちょっとヤバくなります。ここまでヤバくなるか。レベルが上がってきている。今日はどのクエストに行くのか。翼をつかめ、ソニックバード射撃タイプ、相手沿い同撃破せよ、ワイルドアクションを使用しない。今日はこのクエストを受けるのね。デッドブルツ、どうしようかな。攻撃力上げる改造を施そうかな。さあ行くわよ。ちょっとね、負けたらちょっと再び改造を押して、能力を上げていきましょう。敵を最近近くでソニックバードの目撃情報が入ったわ。なぜかしら。そのゾイド改造されてるみたいだけど、どこかを襲おうとしている様子もないみたい。野生に戻ったゾイドかしら。だけどもし間違って暴走でもしたら町や基地にも被害が出るかも。どうにか無力化して武器だけでも回収したいところね。意外とやることひどいよね。野生に戻ったと思ったら、武器を剥ぎ取られる。ボコボコにされて武器を剥ぎ取られる。剥ぎ取られるって。ソニックバード、レッツゴー。もう一発もう一発もう一発で、これでいやつかで打ち上げたところにドーン来ます。燃やす燃やす。いいね。あワイルドアクションを使用しないって書いてあるけどさ、これもうがっつり使用しちゃってるんだ。ワイルドアクションだけでいいね。ボーンブレードがいい仕事してますね。見えない。はい、勝ちました。これでどうだ、サブクエストはクリアになったですよね。アイテムもなしって、前だったらアイテムを取得するためにもう一回ってやってたんだけど、あれはね、入手はランダムなんで、基本的に、サブ目標が、関係するっていうことはないですからね。アイテムショップで、使っときゃよかったかな。このクエストにするの始めるわよ。なぜかしら。ここ最近森のゾイドが縄張りを作っているという情報を耳にするわ。おかしいわね。縄張りならゾノゾイド、ゾノゾイ、じゃあゾノって何、縄張りならどのゾイドも持っているでしょうけど、そのゾイドに近づいたゾイドや人が行方不明になってるらしいわ。人も、まさかゾイドの幽霊なんじゃ。そこで幽霊って思い浮かぶあなたは意外と可愛いですなんてね。まさか、あなたにはそのゾイドの調査をお願いできるかしら。ちゃめっ気を出しやがって。
パルスショッカー、パルスショッカーだけにもしかしたらショッカーの、改造人間にされてるのかもしれない。ショッカーの改造ゾイド、いいです。ショッカーの改造ゾイドっていう響き良くない？タカラトミーと、バンダイ協力したからそういうのもできる。あ、でもあれ投影か投影通さないとまず無理か。仮面ライダー、仮面ライダーゾイドコラボ。ラインド2ファイト。仮面ライダーとなると一体それはどんな感じになる？もし実現するとしたらそれはどんな感じになるか。仮面ライダー正しい。いや、あ、仮面ライダー1号ライガー、あ、じゃあ仮面ライダー、仮面ライガー1号、そうか、仮面ライダー、まあゾイドワイルド、ゾイドワイルドって人乗るからライダーで間違いは、ないんだけど、仮面ライダーがゾイドに乗り込む、そういう感じになるから、ほら言ってしまえば、最近よく、よくある、仮面ライダーに乗り込み型のロボットが、一番わかりやすいのがゼロワンかな。ゼロワンのあれですね、マンモスですね。ああいうのとか、ああいうのを、ゾイドにした形態。そういや仮面ライダー技術、あれリバイスの映画に出た時見たんですけど、バイクがあれ狐型のマシンに変形するんで、始めるわよ。もしかしたらこの仮面ライダーとゾイドのコラボっていうのは、実現可能かもしれないですよね。もうワイルドライガーの目撃情報が入ったわ。帝国軍か、ゼクターのゾイドよ。おいおい、ワイルドライガーっていや、もともとは伝説のライオン種だろ。最近よく目撃情報が手に入るよな。ワイルドライガーのバーゲンセール、まるでワイルドライガーのバーゲンセールだな。あ、まさか敵さんはゾイドのクローンでも作ってんのか。困ったわ。ここで考えていても仕方ないわ。すぐに出撃してちょうだい。へへ、人使いが荒いもので。ゲイルチャージ、なんだろうな、ゲイルチャージ。実際ゲームやっててもそこまで必殺技をよく、名前をよく見ることはないからね。ラインドアンファイト、レッツラドン、燃やせ燃やせー。お、いいね。あ、なんかおかしい。押した覚えのないボタンが動いているような気がする。ただ単純に、一回攻撃が入るとガードできないです。へい、勝ちました。ラインド2ファイト、仮面ライダーギーク、
れが普通になるからガトリングフォックスのここら辺の形態か。まあでもそれで言ったら仮面ライダーゴーストもね、一応あのゾイドっぽい支援メカ持ってるしな。ね、ゴーストストライカーの合体のやつでも本編あんま使われなかったな。刃物が手に入らなかった。わ、スターキャノン、スターキャノンもらいましたね。ただ接近戦で攻撃するタイプの俺にとってはバスターキャノンは使いづらい。はい、ね、次、襲い来る爪ビーストライガー、ビーストライガー万能タイプ、相手ゾイド撃破せよ、体力 50% で以上でクリア。最近ちょっと押され気味だからサブ目標はクリアできないかもしれないね。今日はこのコツだ、行くわよ。なぜかしら。共和国軍からの情報よ。これは色が違うけどビーストライガーよね。やだな、こうもたくさんライオン種のゾイドが出てくると、いざという時に売りに出しても数が多いんじゃ価値が下がっちゃうじゃん。このもう、あのね、とにかくあなたには、ね、ライガーの調査に当たってもらうわ。価値が下がっちゃう、下がれ。今それでね、ガンプラ勢は苦しめられてるわけですからね。ラインドマンファイト。レッツラドン。あー、うおー、ダメージはあんまりなかったけど、それでも反撃がきついな。間に合え、間に合わない、さすがに遠かった、さすがに遠かった。ここにやられてたフラストレーションをぶつけるか。マインド2ファイト。こう行って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 こう行きまして、そして、あー、しまった。そう、発動しながらだったら方法を変えるまでだ。ざっくり、いいね、こういう変え方もある。燃やせ、この火を吹くっていうのいいよね。いけるか、いけるか、どうだ。あー、避けられた。その場に残るくせに、あの当たり判定に入んない、1回しか入んない、あの入んないって、それはそれでどうなのっていう。外れたらそれで終わりっていうのはね。はい、勝ちました。なんとか 50% 以上でクリアしたけど、なんでブースターだけブースターだけお預けなの。なんでブースターだけくれないかな。ブースターくれたっていいよね。待ってたわ。さあ最後のクエストですね、アレクルー総流、流走か、輸送ギルラプタータイプ Z、相手ゾイド撃破せをファイナルブラストで KO する。お、大得意なあれですね。さあやっていきましょう。このクエストにするのね、気をつけて。そういやなんか連戦の時以降から赤いゾイドと対決するのが多いな。ほぼほぼ赤だぜ。もう
ゼクターのギルラプターが火山地帯に現れたわ。あ、色からしてこのギルラプターはタイプ Z とか言われている個体だろうな。お、普通のギルラプターよりも荒っぽい性格だ。まさに暴君って感じだな。この凶暴なゾイドよ、威圧されないように気をつけて。まあ通常の3倍の力がありそうですね。ギルラプタータイプ Z 自体はありますからね、プレイアブルにありますからね、ちゃんと。ただやっぱりそこまで入れといてガトリングウルフがないと、それはまあどういうことなんですかね。ガトリングウルフじゃない、ガトリングフォックス、ガトリングフォックスがないのはどういうことですか。ガトリングフォックスね、主役級の働きをしてくれたのにそれはないんじゃないですかって。おやせー、当たんね、当たり判定。あ、しまった、ファイナルブラストで KO するのを忘れてる。まあ次があるからね。おお、めっちゃ回転しとるじゃない。あれがスピーディードゥ、多分あれがスピーディードゥだと。スピーディー、あ、スピーディー、痛い痛い痛い、燃やせ燃やせゾイド魂、当たんない。ああこれはめっちゃ攻められてる。あー、しまったしまった、体力ゲージ見てなかった、残念。せっかくのチャンスタイム、うまく使えなかった話。これはちょっとひどいんでもう一回やらせてくれ。サブ目標がこんなに簡単なのに見逃してしまった、この失態をなんとかなんて取り返そう。まず1位でしょう。ラウンド2ファイト、決まってるでしょ。あー、避けられるでしょ、持ちこたえた、やったぜ。で見えない、彼のねゼログライデス君のね悪いところはこういうところなんですよ。カメラの見えないところに、あ、待って待って、くそ、またやっちゃった。またやっちゃった。ごめんねギルラプター君、何回もやれなくて。ジャンが入っちゃってるからもう追撃ができないんだろうな。そりゃね、ブラクダ君もちょっと怒り始めました。何回
何回俺で失敗しとんの。痛い。まあまだ一戦、まだ一戦、まだ一戦、まだ一戦。ラインド2、ファイト。攻撃力の上がりがなんかちょっとひどくない。あー、これ間に合わない。これ間に合わない。待って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 、まだ KO まだですよ。 KO まだですよ。これ明らかに体力1のところにぶち込んでるよね。めっちゃオーバーキルしてるよ。クリア、やったー、やった。ちょっと何かな、ここまでやって申し訳ないなって。ここまでやってちょっと申し訳ないなっていう気持ちがちょっとありっす。あれ、デスザウラじゃない、ジェノザウラ。今日はどのクエストに行くのかしら。クエスト、ジェノザウラ。これクリアしてないな。緊急破壊の道、これクリアしてないな。というわけでこの緊急クエストをね、最後にやっていきましょう。期待してるわ。前緊急クエスト出たのが、ジェノスピノだったんですよ。おかしいわね。今は動いていないラボでジェノブレイカーの目撃情報が入ったわ。もう。しかも相手は家電粒子砲というとんでもない武器を装備しているわ。この一撃の破壊力が計り知れない。まともに攻撃を食らったらひとたまりもないわ。家電粒子砲、もしかして家電粒子砲もらえる。あー、しまった。アイテム確実に取れるやつ使ってくる。敵ではないとは思うんですけど。で、さらに、あ、いけないか。反応が悪い。燃やせ燃やせ。あー、あれが火炎粒子砲ですか。お、お、まずいまずい。早めに使っておきますか。飛んで飛んで、アタックを踏み込む、吸い込む。あ、あ、あー、普通に防がれた。そう、ムカつく。やっちまった。まあ勝ちましたけど、ラインド2ファイト。あ、ダメだ、防がれる、防がれた。あと燃やせ燃やせ。まだ使うのは早い。ここで体力を削って削って、大事ですね。もうちょっと削りたい、もうちょっと削りたいんだ。ああ、
痛々しき流出事態。あーくそ、あ、いったいった、あ、ダメだ。一度攻撃、これでこれでいけるかな。十分だとは思いますが、吸って吐いてブーン。勝ちました。どうだ、一個もらえない、一個もらえない。力の解放者、一個だけもらえない。くそー、待ってたわ。あー、やっぱアイテム使っとくべきだったな。これね、ジャンク屋のところにね、いらっしゃい。お宝レーダー、これですね。アイテムがゲット、アイテムが出やすくなると、レアなお宝をゲットしよう。これを使っておけばね。いやー、はい。というわけで、第3章のフリークエスト、すべて終了しました。次回からはですね、第4章のフリークエスト、やっていきたいと思います。今回のミッションはこれですね。1から5までやっていきたいと思います。それでは今回はこの辺でバイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。